今日は我々は一人前の大人になりたいと思います。クッキングパパの伝説の回があるんですよ。そんな体おかしくなるぞ無理無理無理こんなんダメだよ。スッチーのバー研究室へようこそ。はい、ようこそ。スッチーさん、クッキングパパ知ってます？クッキングパパはね、うん、まあ、知ってはいるけどあんま見ないですけど、はい、あの伝説の伝説ね最近あのツイッターで、うん、クッキングパパの伝説の回があるんですよ。伝説の回553話なんですけどウイスキーを飲んでるシーンが描写されてるんですけど、おお、大人の回だ。家族でピザを食ってて子供がピザに乗ってるサラミを食おうとするんですけど、はい、ダメだよって。ダメ？ダメなんだ。なんでよ。なんでダメなんだよ。始まったよそれ。大人はそれ。サラミは大人の食い物だから。始まった。その時にサラミの食い方、はい、的なのを紹介してるんですけど、はいはい、サラミにね、うん、山盛りに塩を盛るの。は？そこにレモンをちょっと絞って、うん、一気に食ってから、うん、ウイスキーを流し込むという。山盛りに塩。山盛りニコラシカ状態。嘘でしょ。だからニコラシカ作ればいいでしょ。サラミで。サラミで。てなわけで。サラミでウイスキーのニコラシカを作りましょう。塩で。サラミスライス、レモンスライス、塩。山盛りに。レモン。サラミ。塩。わあ。下のショットには、はい、ウイスキー。ウイスキー絶対しょっぺーよそんな体おかしくなるぞそれで一人前の大人になれるらしいです。というわけで今日は我々は一人前の大人になりたいと思います。はい、はい、というわけで今日も行ってみようウイスキー何がいいですか？ラフロイ。岩ちゃんは、うん、ラフロイ。ラフロイ。はい、じゃあ僕はですね、うん、こちら行きましょう。クラシックラディ。クラシックラディ。こういう感じでいいですよね。そう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 。なんつうごん。え、本当に？大人なんですって。血迷ってない？血迷ってますよね。クッキングパパってそんな血迷ってたっけ？クッキングパパ、皆さんぜひ見てみてください。あの。あ、じゃあ概要欄貼っときましょうか。あまりにこれがちょっと人気になりすぎて無料で開放してるんですって。この話だけ。ちょっと斜めに切って厚めにしましょうか。やばいってこんなに入れる。死ぬ死ぬ。え、これ結構山盛りだけど。だってここ山盛り、山盛りって書いてあるもん。山盛りって書いてある。だってほら、だって見てこれ、ほらここ、ほらここ、うわ山盛りでしょ。異常だ。山盛りでしょこれやばいこれやばくないっすか？それ僕のラテですか？はい、岩ちゃんのラテ。やばい、病気になるよこれ。やばいよ、血圧バカ上がりだぜこれ。お水とか用意しておいた方がいい。いや、そこ大人じゃないもんね。大人はこれがいいんだ。大人はこれがいい。当たり前ですよ言ってんのよ。そうです、クッキングパパが大人はこれだって言ってんのもんね。大人はこれってめっちゃうまそうに飲んでるもん。かーたまんねーっつって。本当にかね。本当にだね。行ってみよう。行ってみよう。はい、いるよ。はい。これね、しょっぱ。いや、大人になりましたね。いや、しょっぺ。目覚めるよ。無理無理無理。こんなんダメだよ。ウイスキーの味のもへったくれもないよ。ないない。苦手なウイスキー飲めるようになるよこれ。全然感じないわ。何も感じない。いやダメ、本当にやんないほうがいい。こんなんダメだって。いやすげえ。いやーすごいね。実際絵に描いてあるぐらいの量だよね。うん、今の。甘っ。あんま。ウイスキーあんま。びっくりする。ほんとダメ、ね、こんなん毎日やってたら死ぬぜ。死ぬ。うん、何やってくれてんのよ
どこで流行ってんのそれ。いや、なんかツイッターで見たんですよ。ツイッターはアホしかおらんわ。大抵アホ、ツイッターは。ほんとに。ツイッターのノリってありますからね。ある、あの、なんかほら、プリンをつけてみたいやつ。ツイッターだったでしょ、昔やったら。そう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 。ね、セブンイレブンのプリン、硬いプリンをつけてみたら、うん、あんなもんアホだしさ。うんうんうん。もうここ今やばいっすね。やばいっすね。ほんとやめた方がいい。いや、でも親父との思い出なんですよ。バカな親父だよ。そして自分のね、生まれたばかりのママ息子にもね、うん、2歳でしょうね、きっとね。2歳、18年後またやろうなっつって、こうやってまたやろうなってことは一回一過してんの。いや違う、自分の息子ともまたやろうなっていう。あー、なるほどなるほど。あるんですけど、はい、絶対ダメです。絶対ダメ。本当に絶対ダメな酒の飲み方です、ね。もう二十歳になった瞬間にこんなんやったらもう酒のトラウマよ。もうトラウマっすよ、うん、無理ですね。しんどい、本当に。レモンなしだったらいけんじゃないと僕ちょっと思ったんですけど。何言ってんの。レモンがちょっと、いや、レモンがなかったら塩だっすよ。だってもうさ、噛んだ瞬間レモン絞れて中でこう混ざってるわけですよ。そうですね。でグミグミしてて、もうでもほぼ粉でさ、うん、ザラ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 してさ。そう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 。ニコラシカクッキングパパスタイル。なるほど。飲み方はどうなさいますかなんつって。うーん、そうですね、ウイスキーのニコラシカクッキングパパスタイルでお願いします。あ、かしこまりました。ウイスキーはどちらを。そうですね、まあ僕ちょっとアイラ系を、甘みを感じたことがないので、ラフロイグでお願いします。かしこまりました。いや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 、ほんと調子悪いよこれ今ね。うん、胃がびっくりしてる。そう、胃がびっくりしてるの。ね、変な汗出てきてるし、よくないね、うん。まあ、気になる方は1回ぐらいは1回ぐらいはやってみてもいい。僕らと同じ目に遭ってください。しんどい。はい、というわけで、はいはい、今日は、ウイスキーのニコラシカ、はい、クッキングパパスタイルをやってみました、はい、大人になれました、うん、はい、というわけで、じゃあ今日はこの辺で。またありがとうございました。ありがとうございました。水飲む。はい。これやべえよ。ダメじゃん、こんな、うん。え、本気だったの？なんだろうね。何が起きたんだろうね。うん。これ、作者。なんでしょうね。はぁ、水も。はぁ、お酒を飲んだ感はゼロだよ。そうですね。うん。なんかすごい大変なものを食ったって感じ。頭の、ここ、こめかみの血管がキュンってなってる。なんか目とかバッキバキになるよね。バッキバキになる。バッキバキになる。すげえ働けそうな気がする。こんなダメだよ。いつぐらいの話なのかな。あ、これ？うん。どうせ昭和だろうな、こんなバカなことすんの。そうですね。うん、でもクッキングパパチャレンジって言うらしいですよ。チャレンジしない方がいい。サラミってそのままでもしょっぺーもんな。しょっぺーですね、うん、最近だったら怒るよ。確かに。本当にこんな健康で健康志向の世の中でこんなことやっちゃダメだって。ないわ、諦めよう。あげましょう。じゃあどうせ昔でしょ、クッキングパパだもん。そうだね、うん。なんでこう、たまに変なものがあるんだろうね。多分、YouTube で動画としてあげるのうちが初めてなんじゃないですか。わかんないけど。まあこんなバカなことやんないかな。酒系 YouTuber じゃ初でしょ。それはやんねえよ。どうやるる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 こんにちは。この辺だ、この辺から。こんにちは。今日は、クッキングパパチャレンジをご紹介したいと思います。まずご用意いたしますのはウイスキーです。本日はラフロイグを使いたいと思います。とても、スモーキーでピーティーなお酒です。そしてご用意しますのはサラミ、レモン、そして大量の塩です。怒られるぞ。怒られるぞ。YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。